1> 第1打撃軍は第二次世界大戦中にソビエト連邦の赤軍によって確立された軍。第一打撃軍は1941年後半に作成され、1945年のナチスドイツの敗北までロシアとバルト諸国の北部地域で戦った。この軍は戦前の協議に従って作成された打撃を目的とした軍で頑強な防御陣地を処理可能な 重心戦術を可能とさせる十分な深さと広さを補える高機動部隊を想定されて作られた。しかし、戦争が進むにつれ、打撃軍は特定の役割を失っていき、一般的な前線の編成となっていった。第一打撃軍は、1941年11月にモスクワ軍管区内に属すザゴルスクで最高層司令部予備の一部として編成された。 1941年12月1日に、モスクワの戦いに参加して軍は、第133狙撃師団、第29、第44、第47、第50、第55、第56、第71、第84、及び、第84狙撃旅団、第17騎兵士団、2個戦車大隊、スタッフ火予備の砲兵連隊、並びに、 その他の支援部隊で構成された。すべての狙撃旅団は太平洋艦隊の海軍関係者から編成されていた。第一打撃軍はその後スタラやルーサに空輸され、1942年にデミアンスクで戦った。そのまま戦線の北中央部地域で戦い、第一打撃軍は再び1944年にスタラやルーサ自覚で戦った。 1942年から1944年を通じて第一打撃軍は、レニングラード・ノブゴロド構成、プスコフイコール・オストロフ構成、タルト構成、リガ構成などの数多くの構成作戦に参加した。その後の第一打撃軍は、バルト諸国を通して戦い、ラトビアの北部流域のクールラントで包囲された、ドイツ軍のクールラント軍集団を包囲する部隊として戦争を終えた。 1945年5月には、第1狙撃軍団、第8エストニア狙撃軍団、第119狙撃軍団、第123狙撃軍団の4個狙撃軍団を指揮下に置いていた。この時点で、第1打撃軍は精鋭部隊化しており、3個砲兵、士団、砲兵軍団、砲兵旅団、戦車旅団、及び戦車や突撃銃を装備した7個連隊で補強されていた。 1> 第1打撃軍は、1945年7月9日に、再指定された本部トルキスタン軍管区によって、解散させられた。キースイーボン、スローターハウス、P-306、コンバットコンポジションオブザソビエトアーミー、1ディセンバー1941。ありがとうございます。